長靴猫シリーズ。長靴猫シリーズ。長靴猫シリーズは、ペローの動画、長靴を履いた猫を原作とする、東映動画、現、東映アニメーション制作による、劇場版長編アニメーション映画シリーズの2。長靴を履いた猫、1969年、長靴3 0九1972年、長靴を履いた猫80日間世界一周、1976年、 の三作が存在する。ペロの原作にある程度沿っているのは、第一作のみで、続編の二作は、主人公の猫、ペロが活躍するオリジナル作品である。三作とも、宇野誠一郎が音楽を担当し、主要キャストらが主題歌、挿入歌を歌った。なお本シリーズの主人公ペロは、東映アニメーションのシンボルキャラクターに採用されている。東映アニメーション創立60周年を記念して、 2016年より YouTube に開設した東映アニメーション創立60周年公式 YouTube チャンネルに本3作が2017年7月まで期間限定無料配信された。現在は同じ YouTube の東映ムービーチャンネルから本3作が有料配信各300円されている。東映動画版第1作長靴を履いた猫は 1969年、昭和44年、東映漫画祭りのうちの一作として公開された、通称蝶猫。演出、監督は、矢吹君を他、80分。キャッチコピーは、びっくりしとにゃーん。左にゃ、ネズミの大軍隊、右にゃ怖い大魔王、殺し屋にゃん子も三匹いるぞ。昭和43年文部大臣賞に輝く、アンデルセン物語の東映動画が送る。 同時上映は、怪物くん様人をやっつけろの巻き怪物くんと、はにわかいの巻き、秘密のあっこちゃんサーカス団がやってきた、チャコと、けんちゃん、ひとりぼっちの4作。1978年の、東映漫画、祭りでリバイバル公開され、この時には、宇宙海賊キャプテンハーロックアルカディア号の謎、スパイダーマン、東映特撮版、宇宙からのメッセージ、銀海戦。 キャンディキャンディの夏休みと同時上映された。東映動画創業40周年、1996年、記念のファン投票で1位を獲得。その後ニュープリント版を制作の上、1998年3月に完全新作の銀河鉄道39エターナル、ファンタジーと同時上映という形で再びリバイバル公開された、東映アニメフェア扱いではない。この番組は、 メインである、新作の方が最上映の本作よりも、はるかに差しが短い上に、内容的に完結していないことなどが響き、配給収入は2億円と低調であった。ニュープリント版の DVD ビデオは2002年7月21日、発売。また2008年には、東映長編アニメ開始50年を記念した、名作アニメ DVD セレクションの一環として、後述の2作品とともに、 発売、さらに2012年8月10日発売の DVD、復刻。東映漫画祭り1969年春にも収録されている、東映漫画祭り映像ソフトも参照。以下は、シャルルペ・ローバントの差分を中心に記述する。ペロ、猫は三男がもらった遺産ではなく、猫の国の掟き手を破って、ネズミを助けたために、猫の国から追われて、 無宿都政の旅を続けているという設定で、たまたま通りがかって、ピエール、三男と知り合う。また、最初から、剣士の格好で登場している。オーガから魔王ルシファに、悪役の設定が変わっている。ルシファが、お姫様を、結婚相手と狙う、という災難が降りかかる。ウサギの献上の代わりに、ピエールの腹黒屋に二人が献上したものを、 ペロの起点で、ピエール、カラバ公爵の献上品として、王様に献上。まず名前を売る。王様とお姫様が馬車で通るとき、いきなりピエールに裸になって、川に飛び込めとペロは言う。近隣の農民には、ペロに協力的なネズミをけしかけ、カラバ公爵のものだ、と言わないと、作物を食い荒らしてしまうぞ、と脅し、カラバ公爵のものと見せかける。 災難に遭ったと現状を説明し、王様と共に城に戻り、まともな格好に着替えさせる。夜、お姫様とのデートシーンにおいて、ピエールは嘘に耐えきれず、本当のことを喋ってしまう。自分は、空場公爵ではないと。そして、その時魔王が、お姫様をさらいに来る。ピエールは、歯が立たない。あっという間にさらわれてしまう。すぐさま、 魔王の城まで追いかけ、侵入。ペロの起点で魔王をネズミにし、やっつけようとするが失敗。危機一発の状態をお姫様に見せ、ピエール一行の命と引き換えに結婚を承諾させる。その結果、ピエール一行は、城から放り出される。しかし、ピエールは諦めない。別の方向から城に侵入。魔王の弱点が、首からかけているサレ神戸であり、 それが朝日に当たると大変まずい状態になることを知る。魔王との戦闘の過程で、サレコーベがお姫様の手に渡り、それを持って、塔のてっぺんに登り、ピエールと共に朝日に当てようとする。魔王はそれを阻止するために塔を破壊するが、塔が倒れる瞬間、朝日がサレコーベに当たり、魔王はコウモリとなって消滅。そして古文のカラスたちが白い鳩になり、 落ちてくるピエールとお姫様を支え、無事地面に。ピエールとお姫様の結婚式を見届けた後、ペロはまた旅に出る。全曲とも、作詞は、井上久氏と山本森久の共同名義で、作、編曲は、うの誠一郎による。主題歌挿入歌、東映動画のスタッフの宮崎春が、宣伝展開として1969年。 昭和44年1月から3月まで漫画形式の長靴を履いた猫全12回を中日新聞、東京新聞、日曜版に連載した。この作品は後年1984年特馬書店アニメージュ文庫長靴を履いた猫として出版された。1972年公開西部劇仕立てでダラミーの街が舞台劇中では ゴーゴータウンという名称になっている。上映時間は53分で、歴代では唯一1時間を切っている。キャッチコピーは、僕はペーロ。猫一番の素敵なガンマン早打ちにゃんこ三匹連れて、セーブせましと暴れるよ。同時上映は、仮面ライダー対ショッカー、劇場用新作、スペクトルマン、サルトビエッチャン、ムーミン、第2作の、計4作。 英文タイトルは、リターンオブペロで、直訳すると、帰ってきたペロとなり、三十詩に相当するタイトルがない。1971年8月に、大川博士が制去した直後の作品であり、初長編作、白蛇伝以来不変だった、制作、大川博士のクレジットが、東映動画新社長の高橋勇に変更された。本作の資料には、 声優の間違いは多く、多くの資料で、ボス役の柴田秀勝が、片目役になっており、ボス役として掲載されている、島牛尾は出演していない。本編の声の出演にも島の名前はない。また、声の出演に、名前がある、片目役の柳上司が掲載されていない。1979年1月3日には、富士テレビの八軸時,時で、放送。 二年後の1981年1月2日には、同局のお正月子供劇場7時30分8時30分でも放送された。DVD は2003年3月21日に発売。なお歴代では唯一、復刻。東映漫画、祭り版が存在しない。文部省選定、西部の町ゴーゴータウンに流れ着いたペロだったが、 そこは無放射一味に牛耳られていた。ペロは、街の少女、アニ旅の少年ジミー、そして、ネズミたちと共に、無放射に立ち向かう。両曲とも、作、編曲は、う野の一郎による、主題歌挿入歌、東映動画設立20周年記念作品。上映時間は68分。キャッチコピーは、みんなで応援してね、冒険がいっぱい待っている世界の旅へ。 さあ出発だ。同時上映は、UFO ロボグレンダイザータイグレートマジンガー、劇場用新作、ロボコンの大冒険、同、秘密戦隊、ゴレンジャー真っ赤な大進撃、一休さんの、K4 本。ジュール・ベルヌの、80日間世界一周をモチーフに、ペロたちが活躍する。また、第2作までと異なり、 本作はすべて擬人化された動物キャラクターだけで物語が進行し人間は一人も登場しない。予告編は全二作がナレーション抜きだったのに対し本作ではナレーションが存在、殺しや英訳の長谷さんが担当している。なお歴代作品では唯一文部省選定作品に選ばれていない。年月日には 富士テレビ系列の正式枠7種単発枠土曜19時30分20時54分で夏休み特別企画として放送。また1981年9月14日には東京12チャンネル現テレビ東京のアニメプレゼント火曜18時30分19時54分でも放送された。DVD は2003年4月21日発売。 2011年11月21日発売の復刻、東映漫画祭り1976春にも収録されている。ある街でレストランの給仕をしていたペロは、欧米な客グルーモン教徒抗論になり、80日間で世界を一周してみせる。できなかったらグルーモンの奴隷になるという賭けをする。ペロはネズミのフシやレストランのコックのカーターと共に、 時間に追われながら苦難の旅を続けるが、グルーモン教の手先のガリガリ博士、そして謎の美女スザンナが妨害してくる。全曲とも、作、編曲は、うの誠一郎が担当している。主題歌挿入歌、1986年、第三作をもとにした、ファミリーコンピュータ用ソフトが、東映動画より発売された。制作は、省営システムで、タイトル名は、 長靴を履いた猫世界一周80日大冒険。ペロを操作する横スクロールアクションで80日と表示された時間制限のうちに8つのステージをクリアするというもの。システムはライフ、残期制で船や気球に乗って操作するステージもある。ステージ3まではボスを倒さないと先に進めない。制限時間内にクリアできなかったら即座にゲームオーバーになる。 なお、ミスすると、ステージの頭からやり直しになる上、制限時間はそのままの状態という、厳しい設定になっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。